2122ポだよー。こんにちは、ピーナッツくん、タッチ。タッチ。今日はですね、絶対に行ってはいけない VR ワールドに行きたいと思います。いや、行っちゃダメじゃん。行ってはいけないんだから。いや、これね、ピーナッツくんも知ってますよ。今日はホラーじゃないです。え、なんだなんだ？ VR 弾頭台です。なくなったんじゃなかったっけ。そうです。一度巷ではかなり噂になったギロチンが1台だけ置いてあるワールドなんですけど、 VR ってなんか触ったりしたら、まあ実際はここにピーナッツくん今いないんだけど、今 VR 空間で会ってるから本当にそこにいるように感じて、当たったりするように感じる時があるんですよね。いや、マジ現実的ですよね。そう、なんか今冬だけですけど、ここを寒いと感じる人もいたりして、こうね、脳が VR の世界と現実世界が分かんなくなる、リンクする瞬間があるんですよ。視界に惑わされてるから僕らは。そうなんですよ。そのね、 VR 弾頭台に行った人がマジでなんかね、全身しびれて冷や汗出て、いろんなねこと起きてるらしいです。そこ行ったら危険すぎる。いや、危険すぎるんですけど、ちょっともうね、 VR 散々やってきてるんで、やっぱ行ってみたい。皆さんには一切推奨しませんので、私たちが興味本位で行くだけなんで。なるほど。なんで今日はそちらをね、いや、ちょっと楽しみだな。はい、レポしていきましょう。楽しむなよ絶対。いや、分かってる分かってる。でもこれね、ちょっと聞いたら興味出てくると思うから、僕らは代わりに体験していきましょ う、 そう、みんなは行かないようにしてくださいね。はーい。怖っ。なになに、なんもないやん。なにここ。音怖っ。うわ、なんかすごいね今。なんかなにこれ、精神統一させられてんの。あ、集中したらやばそう。これ真っ暗な部屋。あった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 。急に、おお。あ、こっちだ。あった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 。おー、なるほどなるほど。観客席もあるじゃん。怖っ。これ集中したらほんとやばいかもね。いや、ちょっとほんとに声かけ合ってこう。死ぬから。これほんとに声かけ合ってこう。死ぬから。一人だとほんとにやばいからか、絶対ね、一人じゃできないようになってんの。あ、そうなんですか。そう、片方が合図してそこのボタンを押して処刑するらしい。ということは我々が我々をお互い殺すってこと。あ、まあそうですね。嘘だろ、おい。なんて残酷なことさせんだよ。いや、全然残酷じゃねえだろ。どっちから行く。思いっきりやってやるよ。いけ。最初はグー、じゃんけん、チョキ。はい、先どうぞ。え、マジか。おいおい、そんなもう、え、もうやんの、もうやんの。いや、もうその食べてもしゃあないんだね。なんか椅子のマークも怖いんだけど。わあ、ピアツくんが、あー、ピアツくんがセットされた。嘘。あー、いや、めっちゃ怖い。めっちゃ怖これ。やば。いや、ほんとに。え、大丈夫。ちょっと怖い怖い怖い。あ、リタイアできますけど。ほんとに怖い。マジでやばい。マジマジで、なんか結構信じられないぐらい怖い。全然リタイアしていいよ。なんかやばいらしいし。どうしよう。ポンポコだけにしようか。いくわ。あ、行くんだ。いいの。いや、ほんとに。おい、押すの。マジで押すの。全然押すよ。申し訳ないけど、全然押すよ。いや、でも覚悟が決まったら言って。ちょっと待ってください。はい、オッケーです。今あなた同意しましたからね。私に責任はありませんよ。同意したので、あなたが今。はい、同意しました。うわー、やばいやばい。いい、押すよ、はい、大丈夫、押すよ。はい、押してください。はい、押します。やば、押した。おー、どう、生きてる生きてる。なになになに、怖い。なに、大丈夫、生きてる。ちょっとごめん、怖すぎて、うん、目つぶってたわ。お前何なの。まあまあまあ、本当に嫌だった。まあまあまあ、仕方ない仕方ない。それ本当に仕方ないから、ここそういうと、今回そういうことだから、そんぐらいヤバいってことだから。ちょっとサイズ感的にタヌキになりましたけども。おい、大丈夫か。やっぱ死ぬ時は素の姿に戻っちゃうんで。いや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 、そんな、どう、状況は。怖いですね。まあなるほどって感じですね。平気そうだな。もう心は整えてきたので大丈夫。覚悟はしてきたので。でも怖いですね、ちょっと。本当に首の位置に来そうだね。そうだよ、首がなんか異常に感じるだろう。わー、まあまあまあ、音が怖いわ。なんかこれあれか、呼吸か。そうだよ。わ、すごい、なんか変な気分。すごい。オッケー、合意します。あ、怖い、怖いかも。行きます。怖いかも。あ、怖いかも。うわ、怖いかもしれない。だい、おい、押すよ。はい、大丈夫。いけー。あ、怖い。あ、怖い、びっくりした。おお、新体験。ポンポコさん。おお、新体験だったわ。生首になってるじゃねえか。はい、生き返りました、生き返りました。あ、なんか平気そうだね。大丈夫。全然大丈夫なんだけど、ほんの一瞬だけふわっていうのはちょっと分かった気がしたわ。なんか言われてるやつ。
お前もう死んだからお前首をね通ってく瞬間が本当その瞬間だけ幽体離脱だった本当に、ね、幽体離脱してるじゃんお疲れ様でした。いやー怖かった。いやー結構いろいろ VR やってきたけどね、新しかった、本当に面白かった。体に影響ありましたか、ポンポさん。ほんの本当にちょっとだけふわっとしたのは本当にびっくりした。自分もさ VR 慣れてると思ってたから、高いとこ飛び降りてもそんな思わないからさ、はい、あの処刑台に寝そべった瞬間に、うん、首に全神経が持ってかれて、うん、うわ首を意識してるって思いました。いやでも分かる、めっちゃねちょうど首のとこに落ちてくる気がするから、刃物が。分かる分かる。でもそれはそう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 、うん、なんかうわ、いやそれはだけでしたね、とりあえずみたいなね。いや怖いよあれは。いや皆さんはくれぐれも行かない方がいいらしいので、行かない方がいいと思いますVR の世界いろいろありますね。これからも VR 調査隊としていろいろ挑んでいこうと思います。次はどうす、高いとこから飛び降りて臨死体験してみますか。いやいいいいいい、なんだ VR 調査隊って。はい、というわけで今日見てくれてありがとうね。また明日、じゃあね、バイバーイ。バイバイなっちゃーん。いやでもほんとね、マジで気になってたから、このワードが復活してくれて、なんか行けてよかったですわ。うわ、首から血出てきたかも。いやいや、スカーフだわ。